なんか今日もですね、葵ママさん、朝からお母さんが、手術をするということで、7時半には家を出ていくそうです。夕方ぐらいに帰るという予定なんですけれども、今日は歌の日で一人でもいいよというふうに言っています。ジャン君はブラッシングです。そっち行っちゃうんですか。まあいいじゃん。そこまでは届かないよ、ジャン君。ここが限度です。ジャン君。必ずここですよね。今日は歌の時間なんだよ。今から準備するけど、葵ママさん間に合わないかもしれないね。一人でやるか。ジャン君も歌うか。二人で歌うか。はい。